て何か体重を掛け合ったりっていうコンタクトが久しぶりというか新鮮な気持ちでやっているので、コンタクトで何ができるかっていうのを突き詰めていけたらなっていうふうに思っています。余白の部分をその自分の役割に沿って埋めていきたいなっていうのと、まあ、あとコンタクトが多いのでコンタクトをもうちょっとなんかその相手と一緒に呼吸しながらできるように上げていきたいです。作品に込めたいメッセージは、いくつかあるんだけど、まずそのやっぱコロナの時代になってしまってダンスって結構変わったなと僕は思っていて、その生で見るものっていうより映像で見るものになったし、やっぱりその一人でやるものになんかだん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 シフトしていったような気がしてます。割とその他者と何かをやる必要性みたいのがない時代になったなと思ってます。でそれって結構一つの隔たりなんですよね。やっぱりそので僕の中で今回トライした一つのなんかメッセージとしては、やっぱり他者がいないとできない動きっていうのもあって、ちゃんとその人とその人同士が練習しないとできないとか、支え合わないと作れない動きっていうのを、いくつか置いてます。そのこと自体がもうメッセージになって、